そう思うかもしれないけど、三列。銀河王鵬さん誰？ってお話。銀河王鵬さんはかなちゃんです、多分。多分かなちゃんです。どれか、これか。見てないけ、見てはいけないものを見ちゃったかも。これは私が一人じゃ抱えきれないな。アットマーク、藤本キララ、リン、二宮花、藤田かな、萩原夏彦、乱世ゆずろ兄さん。で、グヘヘ、さっき DM で会長から写真ゲットしちゃった。つまり、あの、この中の誰かやね、言うたら。縁側を。で、アットマーク縁側を、うちらの中でしょ、送ってよ、てか、なんで今日はずっとそっちの赤使ってんの？メインのスマホを某マネージャーさんに没収されちゃったの分かるでしょ？これでしょ。決めてここやろ。で、かなちゃんの物語読んでないの？磯野さん契約してんのに。まあ、そんなに読んでなさそうな感じやけどね。なんかすっ飛ばしたみたいな。これかな、ダイエット大作戦。なんかね、あのね、マネージャーさんがね、厳しい人なんよね。1週間前。大雑把には読んだけど。あ、そう。ロアニーさんさんだよね。スタイリストさん怒らせちゃったとか。じゃあそんな格好で一体何を。この時間は事務所のダンスレッスンじゃないの？この前レッスンのとこに。どちらかというと出席率で誰か分かった。出席率で言ったらリンか、かなちゃんどっちかやね、基本的に。で、先に言っとくけど、サボりじゃないの、とある学力でマネージャーさんがダンスレッスンを一時的に他のレッスンに帰ったの。レッスン場上かな、どっちかわかんない。このミルクティー屋さんのすぐ近くで、私休憩時間ミルクティー屋さんに来ただけだよ。とある不可抗力。振り返るとそれほど離れていないところに30歳前後の、女性が立っていた。彼女はかなちゃんの姿を認めると、すごい剣幕でこちらに向かっていた。うっすらと見覚えがある姿が誰がございないのに、彼女の仕事の特殊性とネット上のアンチの脅迫コメントもあり、その女性が何か怪異なことをするのではないかと心配されている。私と一緒に来なさい。え？認める。認めるでいいんか？俺はそれをしたためるという、あの読み方があるっていうのを漢字でこうで知ったんで、まあ、そんなこと置いといて。そんなこと置いといて。こんにちは。坊や哲也さん、いらっしゃいませ。めちゃくちゃ前なんやけど、最初誰やと思った。ごめんね。2022年11月4日以来なんですけど。すげえ久しぶりやん。ほぼ1年ぶり。ほぼ1年や。1年ぶりでございます。あれから一つ年を取って。味噌汁手前でございます。そんなこと言ってて、
あなたはサムグループ傘下の芸能事務所のスターを生み出す女王、ガールズグループウィン WIN どっちだろうのマネージャーさんですね。そう、マネージャーさんすげえ厳しい人なんよこの人で。この人になんかね、ダイエットを 頼まれるかどうするかみたいな話をね、なんかこの話でされるみたいな。ほらかなちゃん太りやすいんやって。これちょっと情報入れてる。いやーさんまそこそこやって足が遠のいてしまったような。さんまそこそこやって足が遠のいてしまった。なるほどね。俺はもう団員戦そのものからそこそこ遠のいてるから。このマネージャーさんはね、あのいい人なんやけど、こうなんていうんやろね、あの、まあ、威厳があるというかちょっと怖めやけど、まあちゃんとしとってやみたいなね。なんやろね、あのなんやろね、寺崎さん系の人なんやろ多分ね。ああいう系の人をこうちょっとイメージしてる。私ってもう変な話だけど、これは振り毛。いや違う、これはジャン玉ですよ。これジャン玉ですよこれ。いやあのね、いろいろちょっと今話してる途中なんですよね。でこのかなちゃんのこのなかなかいいアイディアがもらえるアイディアがこう、ま、こういうふうに マネージャーが、ちょっと待って。マネージャーがおって、でその人にスマホ取られたという話なんでしょう、これ多分。メインのスマホを某マネージャーさんに没収されちゃった。あ、なるほど。そういうこと、そういうこと。因果応報って誰の裏かみたいな話。なんでこんな、かなちゃんなんでこんな名前にしてんの、因果応報って。なんでこんなアカウントにしてんのかなっていう。サブのスマホ持ってあるんやねっていう。で、これはもうすでにあの、何レンクにバレてんのか、バレてねえなかったよ、これ確か。どれやったかな。あ、これか。え？ちゃうわ。あ、これかな。あ、これやわ。もしかしたらだけど、ゆずちゃんがいつも隣の列の方は隅が早いって感じるのは、授業をサボった日は必ず先生に当てられると感じるのと同じで、実はただの迷信かも。私たちの脳はいいことより悪いことの方がよく印象に残るようにできてるし、まあ、隣の芝は青いとかよくない。デジタルマジックだな、キルフ。意味が不明。デジタルマジック、ある意味矛盾みたいな。仮にそうとしても、授業をサボった日に、名前を呼ばれるという状況は普通存在しません。名前を呼ばれた日に授業に出てないのも、あなたの運が悪いのではなく、全体的なサボり回数が多いからじゃないでしょうか。違いますが、今週の出席率ゼロの方。なんで裏垢なのに、私だって分かったの？これは確実かなちゃんやろ。基本的に浅輪高校で出席率が低いんはアイドル業をしているかなちゃんか、まあ、サボってるリンのどっちかやねんな。ゆずは遅刻やねんな、基本的に。で、麻雀が好きな一人が来場しました。ゆずは遅刻。ギャルは、何お待ちしておりました。バロンさんの幸せ。ギャルは化粧関係ね、ファッション関係。リングで、花ちゃんは別にあれじゃない。花ちゃんは別に問題児じゃない。で、藤田かな、かなちゃんはアイドル業があるから、まあそっち方面。まあ言うたらその出席できないみたいな。
夏彦くんはなんか勉強はできないらしい。今回で発覚したんだけど、勉強はできないっぽいんだけど、まあ多分学校に来いよみたいな感じのテンションやから、まあ、そんな出席率は多分、てか部活やってる時点でみたいな感じだしな。男性はまあ暗記、まあ、ニングの持ち込み区内の持ち込み、手裏剣の持ち込みみたいな感じの。ゆずは遅刻。まあそういう話で言ったら、まあリンは全く会話入ってこへんし、まあこの因果応報がめこのこの中で言ってるんやったら、因果応報はこの中でやったら多分カナちゃんに該当するという。マネージャーもおるしね。逆に言うとマネージャーがついてるようなキャラクターってこの中じゃカナちゃんしかおらんからね。よって因果応報は藤田カナですそういうことになるね。でそこそこ衝撃の事実もこれあったな。今日はすっごく楽しかった、疲れた、ワクワクした。一番印象に残っているのは副会長さんの仮装をしてたプレイヤーさんかな一目見た瞬間チェーンソーを持ち上げられなくなっちゃった。あれがなければもっとたくさんのプレイヤーどうなんやろうな。あとは期待限、知り合いだから見逃したわけじゃないってさ。え、嘘、会長あれ本人だったの。お化け屋敷でビクッとして副会長とか豊かな表情とかそんなの撮れたりしてないよ。あー、それにしても全然撮れたか足りなかったなやばすぎー。 DM してくださいよ。母ちゃんずっとこのアカウント今サイゼで食事中なんで感染してるね。サイゼで食事中に俺の配信みたいな。ごめん、さすがにイヤホンつけてるよな まあ大丈夫かいや凍りついたわ背中が。ちょっとやめてくれよ。さすがにな最善で俺の声がさすがにバロンさんもそこまでのあれはないでしょう。度胸はないでしょう。ビビるビビる、ほんまに。最善食事中なんだ、珍しいね。バロンさんなんかあんまりなんか外食というか そういうことするイメージないな。外で買ってきて家で食べるみたいなのはあると思うけど、なんか外食をするイメージがあんまりないわ。プップ、まさかいつもの服で行ったの。ああ残念だ。3まで蹴られて結構昇格数値落ちてやめた。3までまくられて結構昇格数落ちてやめたそうなんだ。まあ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 復帰したらとは言わんけど、まあまあ結構なそのあれやね。俺もなんかよくあることだけれど、まあそうだね。サンマはな4枚以上に手の取り合いやからな。あれはキモそう。または早めに食べて帰るか。ああなるほどね、そんな感じか。残念だわ。眠り姫と同じデザインのプリンセスドレス喜んで送ってあげたのに気に入らなかったのかしら。小さい頃はプリンセスドレスが大好きだったのにね。キサラギで教師なら当然わかるかと思いますが、5歳には満たない子に、適切な服装の知識などありませんよ。これ以上余計なこと言われてください。5歳には満たない頃に、レン君はね、あのプリンセスドレスを着てたらしいですそうか、女の子の格好してたんかみたいな。男の子がドレスを好きでも何も恥ずかしいことなんてないのに、レンちゃんどんどんどん可愛げがなくなっていくわね。はあ12歳差、一回り違うんか先生とは。見てはいけないものを見ちゃったかも。これは私一人じゃ抱えきれないや。
ねんちゃんのまあ幼い頃の黒歴史ではないな、恥ずかしい過去先生が笑ってるってことで、これわざとやってるよこれな。でこれ見てはいけないもの、奈々ちゃんが見てはいけないものを見てしまったみたいな、このやりとりね。グヘヘ、さっき DM で会長から写真ゲットしちゃった。うちは中でしょ、送ってよ。てかなんで今日はずっと撮ってなかったって、あのすごいコメント欄だな。リサリサは返信する勇気もないのに、やっぱり狼の度胸あるな。これに対してレン君が何にも言わんのおもろいわ。打点者と休憩室に区別もつけられないプレイヤーがいたこと以外はまあまあ楽しい夜だったわね。いいっすね、非常に。私が翼を小さくしなければきっとあのようなことにはならなかったのに。他のやつの間違いをそんなに気に病むんじゃないわよ。場を切り抜けるためにデザインを改良したのはむしろ賞賛に値するわ。ふふ、吸血鬼の打点師で町おりちゃんは可愛いよ。店長みたいに免じてさっきのあの人たちを許してあげてもいいわ。ちょっとだけしおりちゃん優しいな、なんだかんだで。これみんなどっち選んだ？なんか吸血鬼か打点師かみたいな話でなんか選択肢があったんやけど、翼を小さくしなければって言ってるから多分打点師なんやろって思って。って思ったんですけども。でもう片方のなんか吸血鬼の方を選んだら何やったっけな、千織ちゃんが何やったっけな、はぁ、あ、みたいなこと言われた気がする、確か。父親の方で、父親の方のなんかスマホのあのジャンタマのアプリでそっち選んだらはぁ、あ、って返ってきた。確かそうやった気がする。ふん、綺麗なのは今日だけ、もう一度チャンスあげる。千織に言うべき言葉がどんなものかよく考え直すこと。なんだよな、綺麗じゃなかったのかな、可愛いの方がいいんかな。可愛いよで、あのさっきのあの人で許してあげてもいいわって言ってるからね。可愛いって言われたんやろね、めんどくさい女の子。え、じゃあサンマやる、あの来てくれへんし、シロさん。サンマやる。うい。いい。だけどちょっと体質の方お願いします。俺から罰をすんなんかちょっと気が引けるんで。いいっす。なんやねん、来たわ。おいおい、ふざけんなよ。おい、ふざけんなってマジで。おい、ふざけんなって。わらわら。ふざけんなってマジでも。なんやねん、もう。来てくれへんでも、だって。なやろな、あんまり言いたくないんやけど、あんまり。大爆笑したわ、W。ほんまに。パソコン変えたからめっちゃジャンタマうるさかったわ。あ、PC 変えたんだ。そういうことなんだ。あんまり、ほんまにあんまり言いたくないけど、普通に腹立った。普通に腹立った。待ってるこっち側が悪いんやけどね、それはもちろんね、こっち側が誘っておいてみたいな話で。出た瞬間で草な、2人ともペペって切る瞬間ペッてこう入ってくるからな。チョコエール。パソコン変えたんだ、いいじゃん。まあブルスクが何や言うとったからね。
他大丈夫？お願いします。へいっす。時間46分配信してこれかよみたいな。それやる。あ、ないわ俺。お、ダブルリーチ。なに？早速やらかしてくれるじゃねえかよ。まあ押すけどな。ポン。罰は与えない。宝珠覚悟。チュンでリーチだろ。絶対いいマッチやろ。ちょっと実はちょっと出しづらいからね。やばい、これはどうしたらよくわからよく。はい、ミスじゃないからな。これはわざと。助けて。旦那さんのお気に入りをなくしてしまう。旦那さんのお気に入り。うちはどないして弁償すればいいんだしゃらか。すっげえ嫌な来たな。ちゃんか。一番めっちゃ持ってかれた。わかんねえな。G1 で過ぎてもマンズ大丈夫かなとか思ったけど。やだよ。え？何やった？全然わかんねえ。絶妙に仕上がった時みたいだ。うまくいくか。ドキドキするな。パワーワンってなんかのシャンプー。みんな急にマジモードになってきたな。ちょっと緊張してきた。うわ。ロンです。やろうな。これは当たるわ。あーって。かどうなるかやね。ロン。大
ダブリードラドラ。やっぱシャンプーか。マンガン。リーチ、イーペイコー、ドラドラ。カンチーピン。マンガン。ハクハツトイトイ本ロート本一。バイマン。初めてじゃん、地味に本ロート。なんだあれ。チーチカン。ポンなのです。シャア。リーチ。ロン。小三元か。トランシフォーイント小三元じゃん。あ、トイトイか。うわー、なんかちょっと嫌な気がする。あー、ちょっと無理やな。です。雲なのです。生かされたのです。時間はもう多くはないみたいなのです。雲。あ、本一小三。白、発、小三元、本一、ドラ。あ、ハネマン。ドラなしで周りでも。リンシャン、ペー、ドラに、ドラ。マンガン。タンヤオ、ドラ三、ドラ二。ハネマン。さすがに三品は切れんかったな。じゃあ
ってな、一回ちょっとパイ踏み出すってな、一回じゃねえけど。これか。ペー短期。あーやっぱ三、あこれか、サブローピンか。やっぱサブローピンか。無理だなぁとか言ってフリテン。カンなのです、ツモなのです、やったーとか言って。このカタンで、はあ、ハツ小三元本一ドラハネマン。でもあれやな、このリンシャンペドラニドラ三元杯マンガンパンヨン。あんな7ピー来なければ、ドラニあんな7ピー来なければ、あんな7ピー、ハネマン、あんな7ピーって何？ちょっと待って見てて、なんかあった？あ？え、これの話？タイヤをつくのにわざわざちゃん勘狙いで 4M 切ったの。タイヤをつくのにわざわざちゃん勘狙いで 4M 切ったの。ちょっと勘ちょっと待って、なるほどな、そういうことか。ちゃんかん狙いってなんやねん。ちぃ、これで6球ピン待ちで、そうか、この状態やったらあれか、もう染め小三元は見えてるからね。トイトイかね、もうパーピン切ってる時点でテンパイしてんじゃねみたいな、まあ出るわな。チーピンは聞いたくないよな、確かにね。これこれ嫌やな、これすごい嫌やな、ね、磯波さんの勘でちゃんかん1、2、3ちゃんかんドラさん、ちゃんかんドラさんね。確かにこれはチーピンちょっと切りづらいな。磯波さんのところにキューピンが行くわけでもないし、絶対にな。これはちょっと、これはちょっと、まあでも高いっちゃ高いからね。ローピン、チーピン、シャンポン、タンヤオ1234、ドラ4やろ、マンガン確定が、まあツモやったけどね。けどあれやね、これ見えてんのに、この白白白髪見えてんのに
ようリーチかけたね。怖くなかったんこれ。俺こんなん絶対リーチかけれんわ。まあ、ダイやったらしてないっていうとかそういうパターンやろ。